FNS 歌謡祭 2011FNS 歌謡祭 2011FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2011年12月7日19時23時18分に生放送に放送された通算40回目の FNS 歌謡祭通算40回記念の FNS 歌謡祭である前回は土曜日での放送となったが今回は12月の第1土曜日に ワールドカップ男子バレーの中継が入ったことと、水曜19時枠が、クイズ。ヘキサゴン2の島田新介に対の理由で、唐突な打ち切りと3ヶ月間、水曜スペシャルの調整もあったためか、第38回以来2年ぶり水曜日の放送。以降も水曜日の放送となっている。テーマは、前回に引き続き、最強のコラボレーションである。司会は、草薙剛高島綾で、 このコンビは口述する特別編2回でも司会を担当している。視聴率は平均 19.9%2011 年民放音楽番組最高視聴率を記録した。瞬間最高が26.0%だった。なお、富士テレビでは3月に FNS 音楽特別番組上を向いて歩こう歌で一つになろう日本。8月に FNS 歌謡祭歌の夏祭り2011と FNS 歌謡祭の特別編を放送している。第25回第33回まで司会者として、第34回今回まで進行役として番組に携わった川端は、今回を最後に公案となり、加えて、第34回から設けられていた進行役が一旦廃止となった。演歌、歌謡曲勢は、氷川ワと、 松平健の二人に止められた。披露される楽曲数は81曲となったほか、61組のコラボレーションが実現した。披露楽曲の増加により、過去 VTR がほとんどなかった。カラ、少女時代、東方新規、ボアと K-POP 勢から4組が出演。そのうちカラが当番組初出演。このことを複数の韓国メディアが報じており、 特に少女時代の本番組でのパフォーマンスを少女時代が完璧な舞台でセクシーカリスマ爆発少女時代の魅力が日本を熱狂させたなどと伝えている。なお、韓国メディアは FNS 歌謡祭を読売テレビ制作日本テレビ系列ベストヒット歌謡祭 NHKNHK 紅白歌合戦と並ぶ日本三大歌謡祭と言われる大イベントと紹介している。 司会の高島彩とこの年10月に入籍した北川久人が在籍するゆずも例年通り出演し、高島、北川の夫婦双方出演かつ結婚後の夫婦初、共同出演となった。だが、直接共演するシーンはなく、番組の最後に、郷ひろみと平井健が、高島さん、おめでとうございますとコメントしたり、スマップの中井雅宏が北川の方を指さしていたが、 それをスルーする形で番組は終了した。翌8日放送分の特ダネ。では、小倉智明がこの場面について触れており、自身の隣に北川がいたためマイクを向けられたら北川くんおめでとうと言おうと思ったができなかったと話していた。第34回以降、スマップがトップバッターと大鳥を務めることが慣例化していたが、今回は大鳥のみを務めて、 僕の半分を披露した。トップバッターは頑張ろう日本愛は勝つシンガーズによる愛は勝つ。また、今回、スマップは5曲を披露したが、すべて番組後半からの出演で披露した。ジャニーズ事務所からはスマップ、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐、キスマイフット2、セクシーゾーンの7組が出演した。また、キスマイフット2、セクシーゾーンは、 FNS 歌謡祭に初出演となった。今年は、ジャニーズ事務所のキスマイフット2、セクシーゾーンも含め、AI、アカシアさんま、朝倉大輔アシラアイナ、アンズ、イーガールズ、ウィンズ、ボージャ、SKE48、大沢義行押尾光太郎、カオルト、勇気、キ、たまにムック。から、頑張ろう日本愛は勝つシンガーズ、清塚信也、劇団創作、 コンドルズ、三代目 J ソールブラザーズ、ジュジュ、サエグサユカ、少女時代、関高正、宝塚歌劇団、武田正春、ドリームモーニング娘。中川翔子、西野香奈、花井き、ビギン、フェアリーズ、福山正春、ベンリーキング、松下奈緒、宮本エミリ、ミワ、ラブサイケデリコ、レベルベッツの39組のアーティストが、FNS 歌謡祭に初出演した。 キッ康はが1987年以来の24年ぶりに FNS 歌謡祭に出演した。なお、大沢義行との共演で L.A.B. アンローズ、そして僕は途方に暮れる Tokyo との共演で抽選 AKB48 との共演であの夏を忘れないの4曲を披露した。カラの Z コースターラブ披露時、カラのファンである足田愛イが、 彼女たちのダンスに合わせて一緒に踊る姿が映されたが、足田を映すカメラの後ろにスタッフと見られる男性がずっと映り込んでいたり、足田の後ろにいた指示を出す女性スタッフが堂々映ってしまうというハプニングがあった。なお、直接的な共演ではないが、2012年3月21日放送のトンネルズが生放送。音楽番組全部見せます。 名曲で元気になろうなどの後に放送される音楽番組で総集編として取り上げられる際にはから足田愛菜の名義で共演扱いされている。徳永秀明、高野花孝二が輝きながらをコラボレーション披露。高野花の出演に関しては J キャストテレビウォッチが12月13日付で伝統ある音楽祭と言っておきながらど素人の高野花に歌わせ。 カラオケ大会の雰囲気を漂わせていると批判的な意見を掲載した。SKE48、AKB48 のお気づきコラボレーション披露時、カメラ割りがなされず、俯瞰のフィックスだけの映像であった。嵐、博士太郎、宮本エミリの迷宮ラブソングコラボレーション披露時、音声にトラブルがあった。また、今回を最後に嵐は、 FNS 歌謡祭の生出演をしていなかったが、2014、FNS 歌謡祭に3年ぶりに生出演した。徳永秀明、和田明子は2年連続で、あの鐘を鳴らすのはあなたをコラボレーション披露。和田は、前回の披露の際に、歌詞間違いをしていたが、今回は間違いなしで歌い切り、披露終了後にガッツポーズをした。舞台袖のインタビューでは、リベンジを果たしたと述べた。ビギン。 スマップとコラボレーションで笑顔のまんまを披露したアカシアさんまは曲前のトークにて、バチガイなどと自虐ネタにしてコメントしていた。ゲスト出演は、この年2011フィファ女子ワールドカップで優勝したサッカー日本女子代表のメンバー沢誉れ、大野忍金がゆかり、当時フジテレビ系列で放送されていた関西テレビ共同テレビ制作ドラマハンターその 女たち、賞金稼ぎの主演、米倉良子がゲスト出演。AKB48、SKE48 等の18歳未満のアーティストは20時22時以降は退席。AKB48 の前田敦子、2016年1月15日をもって解散したカラにとって最後の FNS 歌謡祭の出演となった。なお、カラはこれが最初で最後の FNS 歌謡祭の出演となった。ふとし文字は、当年の NHK、第62回 NHK 紅白歌合戦に出場。頑張ろう日本愛は勝つシンガーズ、愛沢元気、愛田翔子、加藤のり子、菅、キャシー中島、里田舞辻田沙織、ドリームモーニング娘。郷道ゆき、平山美希堀内隆夫、モーニング娘。森高千里。 ありがとうございます。